番の藤田は3番手、後ろからは1番新田雄大、残り2周を切りました。少し牽制が入っていきますが、9番長井清文が前にいて、さあ前から突っ張ってでも先行していくか。しかし1番新田雄大来ました。新田が一気に来ますが、9番長井もがき合っていくのか。出しを迎えました。今年最後のジャンが鳴っています。北海道函館の記念の決勝ですが、9番長井が突っ張って、長井が先行、強引に1番新田雄大もがき合って激しくなっている。5番の小野が追走、4番の菊池慶翔、さあもがき合った展開は9番の長井が先行勝負。2番手はまって1番の新田雄大です。あとは中段から7番の渡辺和成が自分でまくっていった。渡辺和成の大まくり、最終の3コーナー前に変わっていく。渡辺和成先頭に変わって、8番内藤、あと追って2番の神山が3番手、直線コース。さあ先頭は渡辺和成、先頭粘って5位、渡辺和成優勝か。記念初優勝、渡辺和成。